変わっていく自分じゃなくて変えていく自分でいたい。明日を変えるのは誰かじゃなくて自分だから。チャレンジ&チェンジ末永グループ。家族や友人などから新聞の広告で届いたりとか、映画館のコマーシャルで見たよとか、テレビ CM も見たよって言われてすごくびっくりしましたし、2回目の出演が決まった時は率直に嬉しかったです。今回の見どころはこの岡山県の王子ヶ岳という景色がとても素晴らしいところで、ドローンを使って壮大な感じに撮っていただいたので、やっぱりそこが見どころかなと思います。やっぱり今までギターを披露させていただく時はライブとかだったので、乃木坂46の楽曲を歌わせていただくことが多かったので、オリジナルの楽曲をこう歌うのは初めてだったので、これが自分の曲なんだというふうに大事にしたいという気持ちで練習を頑張りました。あ、そうですね、結構練習しましたね、はい、そうですね、最近ドラマに出演させていただくっていう機会があったので、そうですね、これからも演技のお仕事を頑張っていきたいなというふうに思っています。私は高校卒業して大学に進学したので、これからは物事を判断する時とかしっかり自分で勉強した知識とかを使って自分で判断できるような人になりたいなというふうに思っています。有名なところになっちゃうんですけど、倉敷駅の近くにある美観地区っていうところがあって、そこは本当に岡山県に来たことない方にまず行ってほしい場所ですね。そこがもうおすすめスポットです。乃木坂46の梯沙也加です。今回の CM は新しく挑戦して変わろうという思いで演じさせてもらいました。この CM を見てくださった方が少しでも前向きにチャレンジしたくなるような気持ちになってくれたら嬉しいです。時々立ち止まってもいい。たまには寄り道してもいい。いつだって前を向いていたい。今だってチャレンジしていたい。変わってく自分じゃなくて変えてゆく自分で言いたい。明日を変えるのは誰かじゃなくて自分だから。チャレンジ&チェンジ末永グループ。